はい、本日はですねこちらノースフェイスのバーサロフトジャケットを紹介していきたいなというふうに思います。で、まあ、こちらのジャケットはですねめちゃくちゃ人気で、以前から視聴者の方からですねこれバーサロフトジャケットレビューしてください、レビューしてくださいってお声いただいてて、よしじゃあレビューしようと思ってたんですが、なかなか買われへんということで、もういつも買いに行っても完売、買いに行っても完売、買いに行っても完売、買いに行ったか買えたということで、今回まあ紹介するということになったんですが、時期的にはちょっとね遅くなっちゃったんで、ほんまやったら10月ぐらいにレビューできたらいいかなと思ったんですけど、まあ、ちょっと遅くなりましたが、お待ちどうさんということで今回もレビューしていきたいなと思います。で、まあ、このフリースはですねノースフェイスの中でも多分1位に争うぐらいフリースの中で人気があるんですよね。他にも有名なフリースっていっぱいあるけども、これはもう飛ぶように売れててなかなか購入できひんということになってるので、まあ、それぞれねそれは特徴があったりとかするっていうことで、まあ、今日もいつも通りですね、まず形をどんな形があるんかなとか、ポケットもねちょっと独特な位置にポケットがあったりとかしてるので、それを見てもらって、でその次には特徴ですよね、このフリースならではの特徴っていうのがやっぱ若干あったりするので、その辺をお話しして、ついにはデメリットとは言いつつここはちょっとどうかなっていうのはあるんですっていうのを話して、で最後におすすめの人、そしてサイズ感という順番でいきたいなというふうに思いますので、また形から見ていきたいなと思います。でこれ前からまず見ていきたいなと思うんですけども、まずですねそもそも襟元がかなり高めに設定されてるっていうのはまあいいかというと置いといて、じゃポケット見ていきましょうか。ポケットは両脇のポケットがあるので、これはもう両方ともジップがついてるタイプになりまして、裏返していくとこの裏返したところにもフリースが採用されているので、まあ、手が寒くなった時とかここに手突っ込んでもらったら気持ちいいと思いますし、さらにこの胸元ですね、左の胸元にこの独特なまっすぐとは言わへんけどもかといって斜めなんて言われたらそんな斜めでもないけど微妙に斜めになってるポケットがあるんですね。これは何を入れるものなのかちょっとよくわからないんですけども、一応このマークロゴがあるじゃないですか、ノースフェイスってロゴがあるんですけど、ここのところにちょっぱポケットが若干あるぐらいで、大きさはどんなもんって言われると、まあ、こういった一般的な長財布があるんですけど、これがどうやら入るかな、あギリギリというか全然入らないですね。じゃあ次はスマホとかやったら多分全然入ると思うんですけど、そうですねスマホが入るぐらいの大きさって感じですね。そのぐらいの大きさのポケットがありますので、前はですね両脇と胸のところにポケットがあると、でこの右の肩のところにこのワッペンですよね、これよくインスタグラムとかで見ますけど、このワッペンをあえて見せることで俺はバーサロフトを着てるんだぜというアピールをしてる写真っていうのが何枚も見たことあるかと思いますが、まあ、このロゴがあるということになってて、じゃあ次後ろ側見ていきましょうということになってるんですけども、後ろ側はですね、まあ、これも特に、何もないというような感じになっているので、まあ、これ以上語ることはないかなというふうに思いますね。そしてですね袖のところにはこのランバージャック仕様という、ランバージャックってどういうことかわからへんけど、まあ、こういった手の甲を隠せれるというか、手の甲からパッてグローブみたいになるような感じのやつがあったりだとか、まあ、これが唯一一番特徴的かなと形では思うんですけども、フリースやのにもかかわらずちゃんとこの脇のところにジップがあるんですね。でこのジップは何があるかというと、熱を逃がしてあげるようなタイプのベンチレーションという、山とかで使われるような、まあ、装備になってるんですけど、決してこれ黒やからといってジップをパッて開けたって中全裸で着てても分からへんよと、黒やからごまかせれるよっていうわけではなくて、ちゃんと熱を逃がしてあげるために、これは開発されてるということになってますので、この中は裸できないようにお願いしていただきたいなというふうに思いますので、じゃあ特徴に行きたいなと思います。このアンタークティカバーサロフトの一番の特徴って何って言われると、このフリースの毛足の長さだと思うんですよね。で毛足の長さっていうとですね、僕が今着てるようなフリースっていうのはですね結構毛足が短いんですね。なんかショートヘアバージョンみたいな感じになってるんですけど、こっちのフリースに関してはフリースの中でロングヘアバージョンなんですよ。でなおかつロングヘアバージョンの軟毛っていうか柔らかい髪の毛になってるみたいな感じなんで、こうふかふかして気持ちいいんですよね。でまあ気持ちよさは別にどうでもいいんですけども、これふかふかしてこの毛足が長い理由っていうのがあるんですけど、これが何かというとですね、この毛足のこれ短いじゃないですか、でこっちは長いじゃないですか、で今度長さがあるっていう分、その分熱がこの中に溜まるんですよね。自分の体から出た熱っていうのがしっかりこの毛足のところに溜まっていくので、暖かさがしっかりこう担保されるということになってるんですが、こっちの方がちょっと短いので、その分この暖かさを溜める面積っていうのがちっちゃいんですよ。まあ、こっちの方がちょっと保温力が低いんですけど、こういう毛足の長いタイプっていうのはより保温力が高くなるということがありますので、ただモコモコしてインスタ映えするっていうわけじゃなくて、しっかり暖かさがあるというのが、まあ、これの一番の特徴かなというふうに思うんですけど、そういったところで、毛足が長いということになっておりますですね。まあ、毛足の長いフリースの特徴としてはですね、まあ、何でもそうやと思うんですけど、毛足の長さというか、まあ、こういうのの長い短いのってどっちがいいって言ったら、大体男の人って長いの好きじゃないですか。だから例えば女性の髪の毛もそうで、女性って結構ショートに従うけども、じゃあ男子はどっちが好きなんで、男子は女性髪長いのと短いのどっちが好きって言ったら、まあ俺別にどっちでもいいけどなっていう人も、まあ、少数はいてるけども、大多数やっぱ髪の毛の長い人の方が好きっていう
ていうのが、これが正直メンズの意見だと思うんですね。でそれぐらい男っていうのはこう長いものに惹かれる、長い綺麗な髪のお姉さんに惹かれるっていうところがあったりするので、やっぱフリースも同様に毛が長い方がいいでしょうということになってて、まあ、そういったところで人気があるんじゃないかなというふうには思います。でまあ次の特徴としてはですね、これまあ毛足が長いからあったかいっていうのもそうなんですけど、さらにもう一個あったかくなる工夫っていうのがされてて、それが何かっていうと、この腕のところっていうのはもちろん見てもらった通りフリースモコモコで、胴体の子もモコモコ同じように見えると思うんですけど、実はこの脇から腕にかけては1枚のフリースなんですよ。でこの胴体の部分に関しては二重構造になってて、この表側のフリースと裏側にも実はこれフリースがついてるんですよね。だからこうやってね開けてみると1枚のフリースに見えるんですけど、実は2枚がガッチャンと重ね合わせられてるので、胴体部分に関しては二重構造になってるっていうのは、よりこの熱が逃げにくくなってるっていうところの特徴でもあったりはするかなと思うんですけども、これに関してはあの前部分だけなので、後ろに関してはもう1枚の、フリース生地になってるので、後ろはね腕と同様1枚の、フリースが使われてるということになっておりますので、まあ、前の、胴体部分に関しては二重構造になってるので暖かくなってるよというところも、保温力の秘訣かなと思います。で次の特徴がですね、これあの襟元の生地がめちゃくちゃ長いんですよね。まあ、これとかやったら普通にこのなんていうんですかね、指分ぐらいしかないんですよ。僕の指分ぐらいしかなくて、指分ぐらいって分かるかどうか分からんけど、まあ、ぐらいしかないんですけど、僕の手のひらぐらいあるんですよ。まあそんなこと言わんでも見たら分かると思うんですけど、めちゃくちゃ長いんですよね。でこれめちゃくちゃ長いのが何かというと、一回ちょっと着てみますね。でまあ、これ見てもらったら分かると思うんですけど、だいぶ首元が高いと思うので、これ何がいいかっていうと、やっぱ首のねところからの風の侵入っていうのがないし、あとマフラーとかをつけなくていいんですよね。そやからもともとフリース自体が毛足長くてあったかいのに、プラスこの首元までちゃんと考えられて作られてるっていうのが、まあ保温力が高くて、まあ、人気の理由やとは思うんですけど、まあ、この辺はあの世間一般的に出てるフリースのメーカーとか見ても、あんまりこんな首元が高いフリースって少ないと思うんですよ。なのでこれはあのバーサロフト独特の、まあ特徴と言いますか、バーサロフトらしい部分かなというふうに思います。でまあ話変わるんですけど、この袖口があれですね、さっき言ってた手の甲をカバーできますよっていう、これまあ忍者スタイルと言いますか、まあ萌え袖スタイルと言いますか、まあこんなんがあったりだとか、あとベンチレーションですね。僕今ちょうど中に白シャツ着てるから分かると思うんですけど、こうやって中に肌着を着てるので、こんな感じで白が分かるんですけど、これがもし全裸やったらとんでもないことになるよと。まあまあ黒同士やから、まあ分かりづらいっちゃ分かりづらいかもしれないけど、黄色のバーサロフトを買った際はこっちも黄色に染めなきゃいけないかもしれないという、まあしょうもない話は一回置いといて、一応まあその辺が特徴かなというふうに思います。でじゃあこのままデメリットに行きたいなと思うんですけど、これデメリットが何かっていうとですね、まあフリースとしてはあったかいし、首元までちゃんと考えられてるし、まあまあ値段は 33,000円って結構高いのは高いけど、まあまあ分からんではないかなと思うじゃないですか。でまあデメリット何かなってまあ考えた時に、実際着てみて分かったんですけど、これ今僕着てるじゃないですか。ならまあデメリットとまでは言わんけど、若干気になるなっていうのが、こういったね今半袖を着てるんですね。こんな感じの半袖を着てるんですけど、半袖を着た状態でこうやって着るじゃないですか。そしたらベンチレーションが腕に当たるんですよね。でこれって他のフリースとかやったら、基本的にこういったベンチレーションの機能がそもそもないじゃないですか。だから半袖の上から着たらフリースのモコモコ感があって気持ちいいっていうのがイメージつくと思うんですけど、これも同様にもっと気持ちいいんやろなと思ってパッて着たりしたら、あ、半袖で着ちゃうとこのジップが当たってなんか冷たいひんやりした感じもあるし、なんか不快感若干あるなとかって思ったりするので、まあ、これを着る際っていうのはもちろん全裸はダメですし、あと半袖もちょっとどうなんかなっていうのがあったりするので、長袖で着てしまえばこのベンチレーションが当たる感覚っていうのは気にはならないと思うんですけど、半袖で着ちゃうとどうしてもこの当たってる感じっていうのが気になったりはするので、まあまあ唯一のデメリットって言ったらその辺ぐらいかなというふうには思いますっていうのがまあデメリットですね。まあそやからあんまりその大したデメリットはないんですけど、次じゃあおすすめの人がどんな人なのかっていうところ行きたいなというふうに思うんですけど、おすすめ人がどういう人かっていうとですね、このフリース自体がやっぱ結構あったかいじゃないですか。だからそれこそなんか暑がりの人とかやったら、ほんまにまあ冬は真冬これだけで過ごせるとは思えないんですけど、結構ちゃんとしたアウターにもなるやろうし、僕だから結構寒がりなんで、インナーとして、まあ、中間着としてこれも着用できるっていうのもあったりするので、結構幅広い人が、まあ、おすすめというか、どういう風にも着れるというか、アウターにもなるしインナーにもなるっていうところでいいかなとは思うんですけど、ただちょっと気になるところが、おすすめじゃない人、逆におすすめじゃない人っていうのがどういう人なんかっていうと、結構これ身幅が細いんですよね。だからまあ肩が細いとかここが細いっていうのはよく洋服であるじゃないですか。これの一番の細いところ、どこが一番細いのっていうと、このジップを締めるところなんですよ。この最初のね、この腰回りといいますか、お腹回りというか、ここがね結構狭いんですよね。で一応伸びるようにゴムがあったりはするんですけど、そもそも伸びた状態でも結構細いっていうことになってるので、これ僕一応後でサイズ見てもらうんですけど、 XL という一番大きいサイズを着てるのにもかかわらず、あ、この腰回り結構細く感じるなということになってるので、体型がねちょっとふくよかな方とか
はそもそもジップが閉まらへんやろなと思うし、これダブルジップ仕様やったらこのお腹周りのとこピュッて開けてあげればいいんですけど、これジップがね片方しかないので、ある程度普通の体型より細い側の人というか、まあ普通の体型の人もいけると思うんですけど、それぐらいの人やったら全然誰が来ても問題ないですけど、ちょっと逆にふくよかな人、特にお腹周りがふくよかな人っていうのは多分ジップが閉まらへんのちゃうかなというふうに思いますので、まあ、その辺はちょっと注意かなと思います。まあダブルジップやったらね何とでもなるんですけど、いかんせんジップは1個しかないから、これ何でも同じこと2回言ってんっていう感じなんですけど、まあそんな感じになってるということで、まあ最後はサイズに行きたいなと思うんですが、まあ、これがですね、僕が着てるのが 178cm65kg で XL を着用してるんですね。で正直袖丈とかで見ても、まあ、そんなベラボーに長いとも思わへんし、着丈もそんな長いとも思わないんで、 178cm ぐらいやったら別に L やとジャストかなと、で XL やったら少し気持ちに余裕あるかないかぐらいな感じなんで、もともとがね細身の作りになってるので、そんなオーバーサイズで着るとかじゃなくて自分の体型に沿うように着るような形になってるので、いくらサイズ上げても多分オーバーサイズにはならないかなというふうに思いますので、普段着てるサイズのワンサイズ上でジャストかなというふうに思います。まあ、最後は着用がありますので、それを見てもらって、まあ、ご自身で判断してもらえばいいかなというふうに思いますので、まあ今日はこの辺で終わりたいなというふうに思います。本日はですね、アンタークティカバーサロフトジャケットを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。